えー、方々の、えー、見た目に対しまして誠、えーまあ、をお捧げしたいと思いますしまたそれとともに未だに様々な形で、えー、苦しんでおられる方々また悲しまれている皆様方に、えー、お見舞いを申し上げますでは質問に入らせていただきます、えー、このところいろんな商品の値上げの話が出てきておりますそしてまたこういう中で 今回のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけとして、国際商品価格が非常に上がってきている、こういう状況があります。かつて、第一次オイルショックの時に、狂乱物価という話がありました。CPI が1974年は23%上がるという狂乱物価だったわけです。 でそのきっかけになったのは、まああの、オイルショックというふうに言われていますが、まあ、最近のいろんな研究の中では、単純にこれ、石油が上がっただけではないと、えー、むしろそのとき、その当時の、えー、金融政策の中で,です、ね、あまりにも余剰資金があった、そしてまた財政、まあ、あのこれ、田中角栄さんの、まあ、日本列島改造論に基づいての、 まあ財政政策としても相当の公共事業が出てた、まあ、こういう状況の中で値上がりがあったんだと、でむしろその油の価格自体はです、ね、石油価格が上がっても、結局消費者はまあその分、えー、ガソリン価格が上がったら、その分他の部分で出費を切り詰めるので、実際には関係なかったと、まあ、こういうような研究も出てるわけですけれども、それと比べると、今回の状況というのは若干違う部分と。 共通するる部分があるとでそれはやはり、えー、市場に非常に資金が出回っているという意味では共通しております、でまた財政質量が相当な規模でなされてきているということも共通してそしてその一方で、その石油ということで限った場合に、今回、このウクライナの関連で、まあ、ロシアとの関連で、実は上がるのは石油だけではない、天然ガスも石炭も上がっています。 そしてまた、えー、食品ということでも、とうもろこし、小麦粉が上がっている、でこれトウ、えー、小麦粉、とうもろこしが上がるとです、ね、これ、飼料ですから、当然、肉も牛肉も上がってくるということがありますし、また、えー、実際にあ工業製品ということでいってもです、ね、ニッケル、アルミニウム、パラジウムといった、まあ、こういった商品も今、上がってきているわけです。 でそういうことを考えると、あとロシア産の木材、これも上がってます、でこういうことを考えると、狂乱物価のときは、石油が上がっても他の部分が上がらないからいいんだと言ってたのが、今回はひょっとしたら他の部分も一緒に上がっていく、まあ、こういう中で、まあ、これ、家庭の話になりますから。 これが今後、国際商品価格高騰で物価がどうなるかとかいうあの、この予想をしていただこうとは思いません。ですが、まあ、実際にこれが上がったときにです、ねあの、消費者の皆さんには相当大きな影響がある中で、やはりこの物価上昇をどういうふうにモニターをして、そして臨場値上げを含めた、どういう形での政策があるのか、そこをお聞きをしたいと思います。 はい、消費者庁片岡審議官お答えいたします生活関連物資等の価格動向につきましては、物価モニター調査を毎月実施してきておりますけれども、必要に応じ、物資やエネルギーを所管する省庁など、関係省庁と連携をして、その価格動向や需給動向を把握するとともに、 民間の調査会社が実施提供するデータを有効活用することなどにより、全般的な物価の状況についてタイムリーな状況把握に努めてまいります。はい。委員長。はい、足立雅史さん。ありがとうございます。あの、まあこの物価上昇モニターということで言った場合にですね、まあ25品目。 を中心にということなんだと思うんですが、あの実際にこれ、最近の数字見ると、2015年を100とした指数の中で,です、ね、もうすでに140近いようなアイテムも出てきてます。まあ、これからです、ね、非常にいろんな動きがある中でやはりあの 大きなところでの数字以上に、やはりこの個々の商品がどういうふうに上がっていくかを一番トレースをできるのは、やっぱり消費者庁さんのこういうデータかというふうに思います。ぜひここの部分をしっかり見ていただいた上えで,です、ね、対応をお願いしたいと思うんですが、もう一つはこの物価統制の枠組みということで,です、ね、いわゆる物価散歩というものがあります。 でこの3方のうちの1つはあの、今回の新型コロナウイルスに関してです、ね、一部マスクのところなどで使われましたけれども、まあその、それ以外の2つは、このところずっと使われていないというふうに思うんですが、そのあたりについて、枠組みがどうなっているのかを教えてください。はい、片岡審議官、えー、お答え申し上げます。 あの仮に今後、異常に物価が高騰するような状況となれば、えー、まずは個別の物資を所管する省庁をはじめとした関係府省庁から提供される情報などを踏まえまして、えー、状況の把握を行うことになります。 その上で物価が高騰しまたは高騰する恐れがあってなおかつ生活関連物資等の価格が著しく上昇しまたは上昇する恐れがあると認められるときは委員ご指摘のあった国民生活安定緊急措置法を適用して当該物資の標準価格の設定や生産輸入等に関する指示などを検討することになります。またそのような状況において便乗値上げが疑われるような事態が生じた場合には まずはそれらが便乗値上げに当たるのか否かを丁寧に確認することが必要ですけれども、それを踏まえて、必要に応じた対応を検討することになります。あのその他の物価2法につきましては、特に物価統制令につきましては、あの当初の国民生活緊急措置法での物価の状況が沈静化しないといった場合には、適用を検討することになりますけれども、極めて例外的に適用される法律というふうに考えてございます。 さんありがとうございました、まあ、あのこれから本当にこの物価のモニターというのは、極めて大事なところになると思いますし、またそれに対応するということでも非常に大事だと思いますので、あのこの点についてあの、若宮大臣から一言、お願いをいたします、はい、若宮内閣府特命担当大臣あの。天候不順や世界的な需要の拡大等によります、原材料の価格の上昇。 あるいはこの原油価格の動向等を背景といたしまして、生活関連物資で価格の上,上昇の動きが見られているところ、委員の,のご指摘のとおりだというふうに思っております。ウクライナ情勢によりますあの影響なども見込まれ、今後の物価の動向にはあの注意を持って見守ってまいりたいと思っております。 現段階では、異常な物価高騰にあたるような状況ではないというふうに考えておりますけれども、まずはさまざまな、委員物は所力度ですとか、あるいは鉱物ですとか、さまざまな例をお挙げくださいましたけれども、この物資を所管する省庁、あるいはこの民間のデータによりまして、物価の動向を丁寧に把握した上えで、消費者への影響について、しっかりと注視をしてまいりたいというふうに思っております。 その上で、あの先ほどあの政府参考人からもご答弁申し上げましたが、異常な物価高騰など、仮に必要な状況となりました場合には、関係省庁と連携をいたしまして、国民生活安定緊急措置法の適用も含めて、対応をきちっとした形で検討してまいりたい、このように思っているところでございます。はい、足立雅史さん。ありがとうございます。引き続き、しっかりご対応をお願いしたいと思います。次の質問に参ります。 ゲノム編集食品の届け出と表示義務についてです。最近、遺伝子を効率よく改変するゲノム編集技術というのが非常に話題になっております。品種改良が容易になり、まあ、生産量を増やせるだとか、まあ、いろんなそのプラス面の評価もされているところで食品、そういった食品の実用化が進んでおります。 従来、遺伝子組み換え食品についてもいろんな議論がございましたが、それに比べると、確かにこのゲノム編集技術の場合はです、ね、外部からのものが入らないという点であのい、えー、多少違うというのは確かなんだと思うんですが、えー、ただ、その一方で,です、ね、現在、この 遺伝子組み換えに当たらないゲノム編集食品については、まあ、従来の品種改良と安全性の面であまり差がないのではないか、また、なかなかその区別がつけにくいということで,です、ね、基本的にはこれは届け出だけで流通販売できることになっているというふうに理解しております。でただそのの一方でです、ね、やはりこのゲノム編集食品であってもな、まあ、なんとなく 不安があるという消費者の皆さんがいることも確かだと思います。で遺伝子組み換え食品の場合であれば、ですね安全審査、そして表示義務ということがあるわけですけれども、まあ、現状、これは届けであとは表示についてはあの、なるべく表示するように進めるという、まあ、こういう状況にとどまっているということだと思うんですけれども、やはりその消費者の皆さんの、あの が選択をできるという、まあ、そういった安心感という意味では、ですねやはりこの表示については、えー、なるべく義務に近い形にしていく必要もあるんじゃないかというふうにも思います。でまたその一方で、確かにあの今、日本の中で新しくこういうものが、えー、ゲノム編集食品として出てきましたということで。 まあ今、トマトだとかマダイだとかフグというのが具体的に名前が出てきて、これ、インターネットのサイト上で見れば、ゲノム編集食品ですというふうに出るわけですけれども、ただ、今後、こういう技術が世界的に広がっていった場合に、海外から入ってくるものが、それがゲノム編集食品なのかどうかが分からない、あるいはこれが加工された時点ではもう分からないといった、こういう問題もあります。 こういう中でこのゲノム編集食品の届出と表示についての消費者庁のお考えをお聞かせくださいはい、消費者庁村井政策立案と総括審議官お答えいたします消費者庁といたしましてはゲノム編集技術応用食品であるかどうかを知りたいという消費者ニーズがあることから ゲノム編集技術応用食品が厚生労働省に届出された場合には、事業者に対して積極的な情報提供に努めるよう働きかけているところでございます。これまでのところ、厚生労働省には、ゲノム編集技術応用食品として、あの委員のご指摘の中にもありましたけれども、ギャバ含有量を高めたトマト、加食部を増大したマダイ、 成長を早めた高成長トラフグが届け出されております。これらの届け出をした事業者は、商品を販売する際に、ゲノム編集技術を利用したことについて、消費者に対する情報提供に取り組んでいただいているものと承知をしております。<laughs> 一方で、表示の義務化につきましては、科学的な検証ができないことに加えて、表示を義務付けている国等がないため、 輸入食品等の書類による情報伝達等の社会的な検証を行うことが困難であるなどの課題があるところでございます。このため、現時点では違反した事業者に罰則をが伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えているところでございます。 消費者庁におきましては、在京大使館等を通じまして、欧州委員会やアメリカ等の当局に紹介を行うなど、諸外国におけるゲノム編集技術、応用食品の表示制度に関する情報収集を行ってきておりますが、引き続き諸外国の表示制度に係る情報収集、あるいは情報交換に努めるとともに、流通実態を把握し、表示の在り方について、引き続き検討してまいりたい と考えておりますさん、はいあのまあ、なかなか現時点で,です、ね、その科学的に、えー、立証しきれない、あるいはその海外とのいろんな関係という、まあ、そこも非常によく分かりますけれども、まあ、やはりあの消費者の安心ということを考えればです、ね、やはりこの届け出について、まあ、なるべく義務,化に義務に近いような形で、 こういう事業者の皆さんに進めていただくこと、また、その遺伝子組み換えとのボーダーラインが非常に微妙なことを考えればです、ね、やはり遺伝子組み換えについての、まあ、事前相談、まあ、ここの、えー、プロセスの中で,です、ね、まあ、その安全審査をしっかりしないで出したものについては、まあひ あの厳しく執行をいただくという、ですね、まあ、遺伝子組み換え食品についての執行を厳しくしていただくとか、まあ、いろんなあの、えー、配慮をいただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。えー、食品添加物の不使用表示に関する、えー、検討状況ということでございます。えー、食品添加物では、まあ、無添加とか、まあ、そういう、えー、不使用表示というのがなされているわけですが、 あの私もこれ、実際にいろんなところで見たときに、なんか分かりにくいなという感が従来してましたこれあの、例えばですね、あの福岡の明太子あの、店でこう見るとです、ねえー、無着色というのと無添加というのがあるんですねで、この無着色と書かれてると、私なんかもう最初は単純に、あこれは何も入ってないんだと思ってたら、よくよく見ると、そうではなくて、あの防腐剤とかの添加剤は入ってると。 いうことで、まあ、非常にこういった紛らわしいということも起きているというふうに思います。そういう中で、あのこれ、消費者庁の方でです、ね、食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会を開催して、検討を行い、そしてまた今年度中にガイドラインを公表することとしてきたというふうに承知しておりますこのののガイイドラインの作成状況とその概要についいてお伺いします。 はいえー、村井総括審議官お答えいたします、えー、委員ご指摘のとおり、消費者の商品選択において <laughs>、えー、表示の正確性は重要なことであると考えております。 食品表示基準第9条では、内容物を誤認させるような文字等の表示や、表示すべき事項の内容と矛盾する用語の表示を禁止しているところでございます。食品添加物の不使用表示は、その表示方法によっては、内容物を誤認させる場合がありうると考えておるところでございます。このため、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインは、 食品添加物の不使用表示に関して、消費者を誤認させる表示等に基づく商品選択を行うことがないよう、食品表示基準で第9条に規定する表示禁止事項の解釈を示すことを目的としております。 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会では、令和3年3月、昨年3月から令和4年、3月、あの本年、今月まで,です、ね、にかけて、熱心にご議論をしていただきました。 本ガイドラインはその議論を踏まえて策定するものであり、今年度末までに公表したいということで、現在、作業を進めているところでございます。食品関連事業者等が本ガイドラインを用いて、自らの表示について、自己点検を行うことで、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当する恐れが高い食品添加物の不使用表示が防止され ることが期待されるものと考えております<上>足立雅史さんありがとうございますやはりこの誤認をしないような表示ということを引き続きしっかり取り組んでいただきたいと思います次の質問に参ります社会のデジタル化に伴う消費者トラブルの発生まあ、特に最近詐欺的なサブスクというのが問題になっておりますのでまあ、これについてお聞きをしたいんですけれども実は この質問をこう考えてたときに、いろいろお聞きをしていると、この分野、本当に実はいろんな省庁が絡むんですね。私、先ほど、社会のデジタル化に伴う詐欺的サブスクということを申し上げたんですが、実はここでキャッシュレス化に伴う使いすぎということになると、これは経済産業省の所管になる、そして社会のデジタル化に伴うデータ流出ということになると、 内閣府の所管になる同じように今、この社会のデジタル化、キャッシュレス化を進めるといって、まあ、政府がずっと進めてるにもかかわらず、実はあのここで質問をしようとしても、その質問の細かいあの部分によってです、ね、所管が実はこれだけ変わってくるというです、ね、これが今のこのデジタル化のについての政府の対応の、 状況ということとも言えるんんだと思うんですでこれについては、ですね今日は特にあの経産省も内閣府も呼んでおりませんし、まあ、あの消費者保護という問題とは直接、えー、今あの、関係ないということですが、やはりこれはちょっと問題としては、ですねぜひこれから考えていかないといけない問題かなというふうに思います。 でまあちょっと前置きになりましたけれども、まあこういう社会のデジタル化に伴う消費者トラブルのまあ特に詐欺的サブスクまあ声についてどういうふうにこれから防止をしていこうとお考えなのかそれについての所感をお聞かせください。はい、消費者庁長谷川審議官、お答え申し上げます。いわゆる詐欺的なサブスクリプション契約に関しましては、例えばサブスクリプション 契約であるという認識なく契約してしまい、トライアル期間を超過して定額会員になってしまっ,なっていた、あるいは無期間の無料体験のためにアプリをダウンロードし、数日使った後アプリを削除,し削除して退会したと思っていたら、継続課金していたと、等の消費者トラブルの事例が発生しているところでございます。 消費者庁におきましては、昨年成立し、本年6月から施行されます、改正特定取引法において、サブスクリプションを含む通信販売について、契約の重要事項を申し込みの最終確認画面で表示する義務を課すとともに、違反する表示によって、消費者が誤認した場合の取消権の導入を行っているところでございます。また、国民生活センターにおいても、サブスクリプションサービスを利用するにあたっての注意喚起を行っているところでございます。 引き続き、消費者被害の防止に向けて、適切に対応してまいりたいと考えております安達正志さん。この,あのサブスクリプションというのは、本当に本人が自覚がないままにずっと継続して、そしてそれに対して、月回避というものを払っていくという、実際にもう使ってなくてもずっと続くというような部分もありますし、やはりあの詐欺的と言わないまでもで、こちら側の 利用者側の問題なのかもしれませんが、気がつかない間にその請求が巨額になっていくという、やは,やはりそういうリスクを持ったものなんだと思うんです。ですから、それについてはやはりぜひ引き続き、ですねしっかりと単なる単純な詐欺でなくても、やはり使いすぎ、まあ、ここにつながっていくということで、ですねあのしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。でえー、次の質問ですが、えー、併せてですすがせてね まあこう最近、こういうデジタルプラットフォームでのまあ EC ということが非常に行われています、でまあその EC の中に、特にその越境 EC、国境をまたいでですねまあ海外のものを買うというときに、これ、実際にいろんなこうサイトを見たときに、そもそもどこの国のものかがよくわからないサイトの中で。 まあ日本語では書いてるわけですが、れどどう考えても、このブランド品がこの値段ではありえないだろうというようなものがずらっと並んでいたり、なんか急にそのブランドが閉店セールをやるので、こういう値段でとか、こういったことがもう日常的にアップをされております、こういう中で,で、やはりこの越境医師については、実際にクレームを起こそうと思っても、誰にどういう形で持っていけばいいかということもわからない。 その一方で、こういう消費者はインターネットで気軽に海外事業者と取引できるという状況がありますので、まあ、こういうトラブルについてです、ね、消費者庁としてもぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、これについて今、どういう取り組みをされているのか、消費者庁のお話をお聞かせください。片岡審議官お答え申し上げます。 デジタルプラットフォームなどを通じました越境的な電子商取引の市場規模は年々拡大してございます。国民生活センター、越境消費者センターに寄せられる相談も、オンラインショッピングでの解約トラブルや、今、委員ご指摘のような詐欺・模倣品のトラブルなど、令和2年度で4625件の相談が寄せられてございます。 解決に向けた取り組みでございますけれども、同センターでは、海外の事業者との消費者トラブルの解決に向けて、消費者への相談対応を行ってございます、また、提携している提携している相談機関がある国に関しましては、協定に,協定に基づきまして、解決に向けて海外事業者への斡旋を依頼しているところでございます。 現在協定、えー、協力協定の相手方は26か国、地域に達しておりまして、えー、引き続き越境消費者センターの提携先の拡大の後押しに取り,かん取り組んでまいります。 また越境を生したトラブルの防止には、海外の悪質事業者の取り締りが重要でありますことから、海外出向当局と円滑に協力して取り締ることも行うことができますように、えー、令和3年の特定商取引法改正におきまして、外国出向当局に対する情報提供制度を創設しております。こうした制度も活用しながら、海外事業者の違反行為に厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。足立正志さん。 ありがとうございます。あの今の4625件という数字はです、ね、なんか数字的に相当少ないなと、実際はこれ、もっと相当あって、まあ、結局、トラブルという形で表に出しにくい部分が相当あるんじゃないかという気がいたします。で一方で、さっきの模倣品ということでいうと、実際に日本に入ってきたときに、それが模倣品であるということでになると、 えー、通関で没収をされたりとかですね、まあ、そういうことも現実に起きるわけですから、やはりこういうあの模倣品だとか、そういう詐欺というのをどうやって取り締まるかということは、極めてこれからも大事になると思います、でその場合にやはり大きなのは、相手国の政府との間でしっかり執行をやっていけるかどうか、えー、ということですし、やはりそういう、えー、法律に反するような <laughs>、えー、証拠についてそのし 相手国においてもしっかり執行をしてもらうまあ、そのための政府間での協議っていうのは極めて重要になってくると思いますので引き続きしっかりお願いをしたいと思います、えー、次の質問に参ります、えー、やはりこれも、えー、そういうクレームの一つなんですけれどもまあ、この事業者のクレーム対応体制ということでまあ最近よくこういう、えー EC とか、いろんな、ある,あるいはですねああいうデリバリーサービスの、えー、食べ物をデリバリーで、えー、頼むような、まあ、こういったサービスとかがいろいろあります、でこういうそのクレームをやろうとし,あのしようとしたときにです、ね、実際問題、最近どうもこういう、えー、クレームの電話をかけようとしても、まあ、場合によったらネットでの EC の場合は、えー、電話先を書いていない。そして 仮に電話番号があっても、まずつながらない、延々とこちらが何度も何度もかけて、それでようやくつながるかどうかという,う、まあ、こういう場合も非常にあります。でまた、そのクレームということでいくとです、ね、さっき申しましたあのフードデリバリーのケースなんかだとです、ね、その実際にデリバリーをやる人がいないとです、ね、レストランで実際に作って、用意をしてても、えー 契約はキャンセルになるんですねでしかもこのキャンセルになったときにです、ねあの、こちらからそのアプリに入っていってチェックをしないと、えー、キャンセルになってるかどうかが分からない、キャンセルの通知が来ない、でしかもその、えー、1時間後に来ますって言ってたのが、1時間半ぐらい経って、それでアプリを見てみたら、あれ、キャンセルになっているとで、実際にこれ、店の方ではでは、ね、用意をしてて、もう作っていながら、 結局それがデリバリーする人が見つからないとキャンセル扱いになって処理されていくというですねどうもこのあたりなんかあの釈然としない部分が実は私非常にあってですねでこういったところやはりこの EC 取引とかこういうデジタルプラットフォームが進めば進むほどですねやっぱりこのクレームをどういうふうに。 事業者がしっかり対応するかというのは、これ、消費者にとっても非常に大きな問題なんじゃないかと、でこういう事業者のクレーム対応体制についてですね、あの消費者庁のお考えをお聞かせください、はいはどなたでしょうか。<laughs> はい、長谷川審議官お答え申し上げます。 <coughs> 委員ご指摘のフードデリバリーサービスについてでございますが、全国消費生活情報ネットワーク、まあ、パイオネットと称しておりますが、それに登録されております消費生活相談の件数、これを見てまいりますと、2019年度は466件、2020年度は1110件。 そして2021年度でございますが、あのまだ年度末、途中ということでございますが、本年2月末までの登録件数が1100飛んで6件ということになっております。コロナ禍におけるま,すあのまさにこう利用拡大の影響もありまして、相談件数が増加している可能性もあり、まあ、その評価は難しいところでございます。 が相談事例の中には、消費者によります解約やその連絡に関するものが見られるところでございます。はい 本年3月1日に閣議決定されました消費者契約法等の改正法案におきまして、事業者に対し、消費者の求めに応じて消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供する旨の努力を新たに設けることとしておりまして、改正法案が成立した場合には、 消費者が円滑に解除できるようになることがまあ期待されてざいます。いずれにもいたしましても、引き続き消費,生活消費生活相談の状況等をよく注視してまいりたいと考えております。委員長安さん ありがとうございます。まあ、あのこういうクレーム対応というのは、一義的には確かにあの事業者の問題ということではあると思うんですけれども、ただやはり、クレームをしたいときにどこへ行けばいいのかわからないという、こういった問題もありますので、そういった点、ぜひ政府の方でもフォローをお願いしたいと思います。あのそういうういい観点でいきますと、と今、SNS をを、活活用した消費生活相談というのを 政府の方で進められていると思うんですがそれについてご説明をお願いします長谷川審議官お答え申し上げます SNS を活用いたしました消費生活相談につきまして平成31年3月から開催いたしました若者が活用活用しやすい消費生活相談に関する研究会においてその実現性を検討し 令和元年度から徳島県や広島市など複数の地域の消費者を対象に実証を行ってまいりましたこれまでの実証の成果といたしまして SNS における消費生活相談対応マニュアルを作成いたしましたほか徳島県におきましては今年度から LINE を活用した消費生活相談が導入されたと承知しておりますこれまでの実証におきまして SNS 相談は 若年,層若年層など、対面や電話での相談が困難な方にとっても相談の機会が広がる、あるいは契約書類等の資料の送受信ができるといった利点が確認される一方で、相談員さんの負担感の払拭や、複雑な内容の相談対応への難しさといった課題も明らかになっているところでございます。令和4年度におきききましても引き続き実施を 事業をま実施する予定でございましてこれまでの実証の成果や課題を踏まえながら SNS を活用した消費生活相談の推進に取り組んでまいりたいと思います委員長足立雅史さんどうもありがとうございますあのやはりその消費者がまあ、いろんなトラブルに巻き込まれたときにやはり簡単にそういう相談に、えー したいといとうアクセスできるところというのは、これ、極めて大事だと思いますし、先ほどちょっと申し上げたとおり、やはり最近、この電話がなかなかつながらないというところが非常に多いので、ですねまあそういうところは、これ、人員の問題もあるとは思うんですけれども、逆にこういう SNS をしっかり利用して、そしてそこがまあ早いリスポンスをしてくれれば、ですねこれはあの逆にまあ非常に効率的に。 えー、センター側も対応できるかというふうに思いますので、えー、そういう形での取り組み、まあこれ実証をですね、今度はその社会実装にどういうふうにつなげていくか、ぜひ、えー、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。あのー、当初もう一問予定しておりましたが、あの時間となりましたので、えー、これで終わらせていただきます。